こんなことに。落ち着いてください星ヶ丘先生。太田先生、どうして入れとってくれるんですか。私もうお嫁に行けない。じゃあ責任取って俺と結婚。何言ってるんですか。絶対嫌ですよ。太田先生。先生元気ないけどどうかしたの。わかりません、昨日からこうなんです。ああみんな、俺教師辞めるから。どうしてですか小田先生。いや昨日あんなことがあったし。言われてハッとしたんだよ。星ヶ丘先生本当にすいませんでした。琵琶島もごめんな、そんな体にさせて。いえ私はそんな。でも俺も好きで二人をそういう体にさせたわけじゃないのは分かってほしいんだ。ちょっと待ってください。大嫌いっていうのは取り消しますから。それで辞めた後はどうなされるのですか。そうだな、どこか無人島に住んでそこで大敗的な生活を。どうしよう先生、このままじゃ本当に辞めちゃう。待って迷惑だなんて思ってません。私は先生のことが好きですし。だからあ、いや嬉しいな。俺女子に告白されるのって初めてで。信じてもらえてよかったです。それで教師を辞めるっていう話は。琵琶島が OK でも星ヶ丘先生の意見もあるしな。辞めなくていいですよ。今後私に触らないようにしていただければ。琵琶島さんの気持ちも尊重したいしね。でも一つだけ聞いていい？はい。小田先生のどこを好きになったの？まあ、俺も気になるな。私にもお聞かせください。おお、ついにその話？あら、あつた殿も知らないのですか？どうなの？琵琶島さん。それ、話さなきゃいけません。なんで顔面蒼白なの？ちょっと特殊な理由でアンナちゃんに話したら嫌われるんじゃないかって。どういうこと？小田先生、ちょっと。おにょ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 。ああ、あれなの。でも、アツタは親友だろ。琵琶島が何言ったりしても嫌ったりしねえよな。当たり前でしょ、親友なめんな。だってよ、頑張ってみ。私趣味で絵を描いてるじゃない。普通の絵も描くけど BL も好きで、しかも少しエッチいのも描いてて、去年の夏その原稿を見られて人生終わったって思ってたら。お前絵うまいな。女キャラでエロいの描いてくれないか。顔が女ならふたなりの男の子でも俺はいけるから。あんな恥ずかしいものを描いていた私をとがめもバカにもせずに、あえて変態的なことを言ってお互いに共通の秘密にしてくれたの。なんだよその目は。なんて素敵な先生なんだろうって。それからずっと好きなの。ところでどんな絵描いてるの？見たいな。まあ流れ的にしょうがないだろう。こんな絵なんだけど。どれどれ。
ゆ、すっかり大人になって。どうかな、アンナちゃん引かない？引くわけないじゃん。新たな一面を見たって感じで面白かったよ。お二人をうまくまとめ上げられましたね。信長様、惚れ直しました。不思議なお方だ。時折こうして立派な指導者のような態度を見せる。思えば私が絶望したあの時も。よくわからないけど尊敬に値するお方のようだ。琵琶島殿、もっとこういう絵はあるのですか？まあ家に帰ればあるけど。よろしければもっと見せてください。実は私もそう思ってたんだよね。え、琵琶島殿、私も見たいです。へえ、